ですね、ベトナムのね、ホーチミンにいます。で、今いるところが中心の目抜き通りのね、グエンフェ通りってところだな。ベトナムのね、ホーチミンにいます。で、424ですね、今来てます。で、今4ですね、米の麺の4を今から食べてます。まあ、結構最近1年2ヶ月前までホーチミンいたんですけどね、なんかベトナムの物価が結構上がってることに気づきました。まあ、これ6万5000ドンなんでね、昔もっと安かったのになと思って、ね、2万ドンぐらい上がってるんで、2万ドン以上かな、倍ぐらいになったような、まあ、びっくりしましたね。でまあそれでもまだ日本人からすれば安いんで、大体日本円でこれは250円ぐらいですね。でこれですね、424